まあ、当初の目的はですね、視聴者の皆様にまずお米、野菜、果物といった県産の農畜産物、この旬の美味しさや魅力を伝えたいと、それから生産者の姿やインタビューを通して生産者の思いを伝えたい、それから農業の魅力を発信し、新規就農者を増やしたりとかですね、まあ、福島県の農業を盛り上げたいと、ふっくん島ちゃんを映像とそれからオリジナル曲を通して知ってもらうと、そんなことを通して地産地消を盛り上げていきたいと、まあ、こんな思いでスタートをさせていただきました。今年はですね、旬で新鮮な地元の農産物が並ぶ、そして地元の多くのお客様が集う、県内各地でですね、合計30店舗を超える JA 農産物直売所、ここを舞台にですね、生産者消費者双方の思いなども積極的に発信してまいりたいというふうに考えております。視聴者の皆様に毎回興味を持ってご視聴いただけるよう内容を充実させお届けしていきたいというふうに考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。